ヨルグロスコフは、ドイツヘッス選手、ディーブルク出身の元卓球選手、指導者。1989年世界選手権男子ダブルス、優勝。1992年バルセロナオリンピック、男子ダブルス銀メダリスト。現卓球男子ドイツ代表監督。1989年の世界選手権、ドルトムント大会で、シュテファン・フェッツナーと共に、男子ダブルスで優勝する。 決勝戦の前に当時のクラブコーチにロッシーたちがすごいことになっているから来てくれと電話をかけて呼び出しコーチの目の前で世界チャンピオンをつかみ取った1992年のヨーロッパ選手権ではシングルスで優勝その年のバルセロナオリンピックでもフェッツナーとのダブルスで銀メダルを獲得したアトランタオリンピックでは 男子シングルスの3位決定戦で勢いのあったチェコのピーター・コルベルを破り銅メダルを獲得した。1986年からドイツブンデスリーガの一部リーグの名門ボルシア・デュッセルドルフに所属。デュッセルドルフの顔として2000年まで在籍した。晩年のチームメートにはブラディミル・サムソノフや日本の松下康二がいた。2000年から故郷に近いゲナンに移籍。 ティモボルや田崎敏夫のチームメイトになり、田崎ともダブルスでプレーした。現在は、有利ヒに所属し、チームメイトに、日本の、高木タクがいる。ストイックに卓球に打ち込む姿勢から、ミスタープロフェッショナルと呼ばれている。前、中陣で、鋭い量を、ハンドドライブを放ち、相手の攻撃に対してもカウンタードライブで、応戦していく。 時折放つ豪快なバックハンドドライブは強烈な印象を残す。ありがとうございます。